東京アムアムワールド、アムアムアム。今日は何ですか？これでかアンビッグベーコン長っ。コストコで買ってきました。はい、カントリーフレンチホールウィットブラッシュ、デカブレッド399円。安っ。日本ハム北海道ファクトリー初吊るしベーコン長っ。長げー。800円。これをこうしていく。東京アムアムワールド、コストコで買ってきたんだけど、うん、キャンプの時はこれ一回枕にして、はい、次の日朝ごはんで、いい帰りかさばんないし、そう朝食で食えばそう、こういうのもあるよ。山祭りのこれはこういうかさばったら食べちゃえばいいか。こうね。何おはようございます。表参道とかで毒もみたいな持ち方、持ち方ってだけでウェアとかさ、うん、みんなこうやってマックをね、うん、じゃあパンなんこれをね、まずね、焼く。一応ねサイズ、サイズやっぱタバコをね、長い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 一応ね、あ、一応イブで測る。あんま見たことね。お、うまい。うまうまいよ。うわコストコのレタスがっつりだったっす。もうこうでしょ。チーズ用意しといて。これもコストコチーズ、切れてるチーズ。チーズを並べていく。もうね、がっつりいこうぜ。バーにたっぷり行くか、スタミナ。マヨネーズ。マヨネーズって言え。彼氏。助けて。みじん切りにすでにしてきた玉ねぎを。事前にね。事前にも。一回。あ。繰り返して。うお。いい焦げ目。いいぞいいぞ。乗せちゃうか。チーズまだある。チーズあるよ。入るだけもう入れる感じね。もうスロットのメダル、あの上にこう敷き詰めてる人とか勝ち盛り。こんな感じで確かに。むちゃくちゃでかいわ。でえケチャレス。100%。できました。じゃあ、重っ。でかっ。いただきあん。うわ。巨人が。うわ。パンいけてる？うん。どう？ベーコン食えてる？うわあ。どうなの？うめえ。うまい。うまい。よし、とりあえず一旦切ったから食べよう。もう手とかもう汚れてもいいから食べよう。うお、なにこれ。うわぁ、うまいぞ。うまいぞ。あぁ、うまっ。ベーコンやばい。ベーコンの燻製感が、うん、パンうまっ。パンうまっ、うん、ちょっとカリカリで、もう焼いたらいい感じだよ。ちょっと炭の香りもして、うん、うん、めっちゃいいね。うわうまっ。ベーコン全然パサパサ感ないね、うん、確かに。これ嫌いって言った男ちょっと、うん、叩かれる叩かれる、うん、ソース感あるもんね。うん、あるよ。これね、8人とかでやるやつ。ちょっと食らうな。サムネ映えだけして、やっぱ食べない人たちもいます。我々は食べます。ね。
誰か。すぐ挑戦的になる。誰と浮かべて喋ってるの。ここが一番分厚いから、きついように見えるけど、これやばい。ドデカベーコン。これやばいな。やばい。真ん中はもう、バランスがね。全然カフェとかで出てきたの、いい、ちょうどいいぐらい。この一かけで700円ぐらい取れんじゃん。スタバとかだったら余裕で取れる。うん、取る取る。決めよう、誰がどれ食うか。私はもう決まってるよ。あなたは？俺も決まった。そっちは決まってる。せーの。真ん中いけたんだ。なんでこれな、なんでこれなの。これベーコンやばいじゃん。でもパンやばいだ。パンやばいよ。やばいやばいよ。パンのがやだ。パンのがやだ。せーの。彼氏がいないので苦しいです。あ、本当ね。うん、出ちゃってんだよ。めちゃくちゃになってる。顔が。ラスト。そこまで。オッケー。はい。ラストビーフ。完食です。めちゃめちゃ最初テンション上がったけど、うん、普通にきつかったの。1個目でもうギブです。ごちそうさまでした。このサムネが映えてたと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録。よろしくお願いします。バイバーイ。